ムテキンでーす。今回は日清カップヌードル、ミニカップヌードルです。これすごい小さいです。容量がね 38g、 一食普通のサイズで、あれ何グラムなんだろうな、ちょっと調べときます。麺が 30g のこのすごいちっちゃいやつを買ってみました。なんで買ったかというと、いろいろ見てるときにふとムテキンさん思ったんですよ。これひょっとしたら一口でいけんじゃねえかなと思いまして、で普通のサイズのカップヌードルがちょっとないんですけど、ちょうど同じサイズのものがあったんで比較するとこんな感じです。大きさこれぐらい違います。もちろんこのサイズだと一口は無理なんで、でもこのミニを見た時にこれやっぱりムテキンさんいけるんじゃないかと思ったので、今日はこれを一口で挑戦したいと思います。入れてきましたよ。よいしょ。はい、ということでお湯を入れまして、今この中にもうカップヌードルミニが出来上がっております。調べたらこれが麺 30g で、普通のカップヌードルが、麺 60g だったということで、ちょうど半分のサイズですね。これをムテキンさんが一口で飲み干せるのかどうなのか、いけるようないけないようなね。よし、混ぜよう。一回さっき箸なんていらねえぜって言ったけど、結局箸いるね。いや、これやけどしねえかな。怪獣のようにズーン。いや、もうずっともうずるっといくしかないでしょこれは。あ、でも箸でちょっと入れ込まないと入らないんじゃねえかな。いや、でも絵的にはさ、ずるっていった方がかっこいいよね。うん、そうだよね。ただムテキンさん、残念なことに猫舌っていう持ち主じゃないですか。そう、猫舌なのと、ほらマスクの口が。あ、またここでも来た、そのなんて。なんでマスクにしちゃったかな、これ。よいしょ。これから飲み干すと。ちょっと。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。いけんでねえか。いや、これ。うん。一応2個買ったからテイク2いけるから。わ、汚れ汚れ、マジでそれテイク2いけるから。ムテキンずりーぞ、うせえうせえよよしいや、いけると思うよこれ多分。頑張れムテキン、頑張れ。ちょっと待ってよ、これもう口開けた瞬間に、目の位置確実にずれるから頑張れムテキン。やったるぞーい、行くぞーい。いや、これね、そってやったらダメだ、ずっといくしかない、ね。よし頑張れ。いや、俺ね、これね、この後いけない絵になるよ。ムテキン頑張れ。よし、いただきます。ギリギリ、
35グラムだったらいけなかったこれ。ああ、もう本当のギリギリだ。ちょっと待って、マスク直すわ。だって目ずれてるもん。これね、ちょっと待って、鼻にね、引っかかってる。ダメだ。これ終わってから処理しよう。うん。これね、うん、無敵金さんだからいけたわ、これ。うん。これ一般の方はね、真似しちゃいけません、これ。窒息死するわ。いや、でもな、ちょっと時間かかったな。なんか、要所要所なんかちょっと、ごくごく、ごくごく聞こえたもん、こっちまで。いやー、これ、ズルリンチョはちょっと難しいぞ。いや、でもズルリンチョじゃないの、これ。ズルリンチョに入れてくれないの？ギリっすよ、今回。テイク2やる？やらない。ああ、これはね、うん。仕事に追われて忙しい人のお昼ご飯にちょうどいいです、これは。もうカーテン、カーテン、お昼飯終了になるから、ちょうどいいと思いますよ、これ。もう10秒チャージの何でかのキープできますからね。そうそうそう、うん、丸々犬ゼリーみたいなもんですから、うん、はい。西江さんもいいサイズをなかなか作りましたね。これ、もうちょっと、何回か挑戦しないとダメだな。シリーズものそれ、うん、だってこれじゃあ多分納得できないでしょ、うん、いくらこう1回でこういったとはいえ納得できないでしょ見てる人は。もうあとはコメント欄ですよね。そうでしょ。ふざけるなー、そうでしょ、ってくるかもしれないし、金返せーって金返せーってなるわけでしょ絶対に。だからちょっと待って、まだ鼻に引っかかってんだよ麺が。もう今の僕はそれ喋りながら麺出てこねえかなって期待してるだけで大丈夫。無敵さんだって鼻うどんできる人ですよ。そうだった、知ってるでしょ。そうだった。あ、今度それもやろう鼻うどん。いや、やってもいいけど無敵さんもう鼻うどんだったらマスクとかもう意味なくなっちゃいますよ。いや、ちょうどだって鼻と口あるからさ。本当だ。いいサイズじゃん。まあまあそれはさておき、うん、今回のこのミニカップヌードル、ミニカップヌードルっていうのかな、うん、正式な商品名は。これね、私秒で167キロカロリー取りましたんで。やった、元気になった。ね、体も温まったわ。まあこんな感じでございます。今日はちょっと短かったかな、なんせ一口で食べましたから。無敵にさ、余裕余裕。まあそんな感じでございました。本日、はい、ミニカップヌードルシーフード味、無敵にさん一口で食べるぞ第1弾やってみました。今度はノーマルヌードルで行ってみたいと思います。言いましたよ皆さん。頑張ります。ごくごくなしで。つるんとつるんとね、いかんってこれ。いや、行きたいね、行くように頑張りますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。わーちゃん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 、また食っちゃったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、ちょっとね、大事に、残りの部分は。できず残してたんですかそれ。ちょっと具がね、入ってこないんだよこれ。ヘリについてるやつ、うん、それは果たして1回で行ったと言うんでしょうか。いや、それはだって誰がやったってこうなってるから。いいじゃない。ただこれをね、最後にね、うん、上手にいただかないとやっぱり、そうですね、申し訳ないってことじゃない、うん、で、これでまたマスクずれんだ、うん、まだ鼻に引っかかってんだよ、麺が。よし、日清さん、これが本当のごちそうさまでした。